はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、そんな頻繁にはねいらっしゃらないんですけど、まあ年間通したら必ず2人かね3人ぐらいは来られる圧迫骨折についてね、ちょっとお伝えできればと思います。なんかちょっと前とか、なんかいつの間にか骨折みたいなんでね、結構話題というか世には出てたんですけど、意外と背骨であったり、基本的な背骨ですけどね、一般的に言うと、腰椎とか結構すぐ折れるものです。はい。で、折れた時にですね、その後の対応っていうのがものすごい大事になってきますので、一応指標となるものをいくつかお伝えできればと思いますので、もしこれ見てね当てはまっているのであれば、必ず病院には行っていただきたい内容になりますので、周りにもこんなね症状の方いらっしゃれば、この動画シェアしていただいて、病院行ってねっていうのをお伝えできればと思います。で、いくつかあるんですけども、ちょっと上げていくとすると、1個あるのが、例えば基本的に圧迫骨折なんで、徐々に出る場合もあるんですけど、ほとんどの前がいきなりねバンと痛くなるみたいな多いんですよ。なんで一般的にはぎっくり腰みたいな認識にはなってもらってもいいかなと思うんですけど、ただもちろんその症状多種多様あるので一概には言えないですけど、一般的なその筋肉、筋膜性腰痛みたいなね言われるものって、長くても1週間から10日なんで、早ければもう 2,3 日ぐらいでね動けるようになってきます。で、4日5日6日ぐらい経ってくると歩けるようになって、7日とか10日経ってくると普通に生活できて、2週間もあればもうほぼほぼ痛みなくなります。普通に、そういえばもう前みたいに痛くないなみたいになるんですけど、圧迫骨折の場合、やっぱりその当たり前の話ですと骨折してしまってるので、痛みが出てから1週間経っても2週間経っても、痛みは引いてたとしてもまだ痛いんですっていう場合は、まず大前提として骨折を疑ってもらいたいです。これは本当に、中にはそのね、何を検査しても出ない、でもまだ2週間経っても痛いという方はいらっしゃるんですけど、結構稀です、これは正直。なので痛み、急な痛みが出た、基本的に出たタイミングでは行ってもらいたいんですけど、なんかそれでもずっと引かない、2週間経っても痛いってなってくると骨折してる可能性がありますので、必ず病院には行ってもらいたいです。で、これあまり知らない方多いんですけど、もちろんね、その痛みが出て、次の日とかその次の日とかに病院行かれることが大変だと思うんですけど、そこでレントゲンを取りました。でもレントゲン異常ないです。で、それでも薬とかね、シープとか出されると思うんですよ。で、それを処方されたものをやっていっても結局痛みが引かない、でもまだ痛いっていう場合、この圧迫骨折の特徴として、例えば腕とかそうですけど、骨折こうパンとね外力加わってパキンと折れてるものって綺麗に写るんですよ。その背骨も一緒です。背骨も何かの外力とか、例えば尻もついてバキッと折れたってなったら、もう離れてしまって、あ、これ折れてるねって分かるんですけど、意外と何ですかね、霜がついた時もそうですし、長年の積み重ねとか、特に高齢の方とか、年齢重ねれば起きやすいんですけど、負荷がかかり続けたことによって骨が耐えれなくなって折れたみたいなものに関しては、その初期でレントゲンに映らないこと結構あるんですね。なので1回目の診察の時に何もなかった、で大体先生その1週間2週間経っても痛み引かんかったら来てねってお医者さん言うと思うんですけど、それ引かんかったらもう1回必ず行ってくださいね。それなんでかって言ったら、さっき言ったように1回目の診察とかレントゲンで写らん場合があって、2週間経って写ってましたっていうパターンめちゃめちゃ多いので、そのなんかね、レントゲン取ってもらって何も問題がなかった、薬渡された、シップ渡された、それでも変わらんやんけ、他のとこ行こうじゃなくて、必ず2回目の診察も行ってください。で、ベストなのはやっぱりその時にね、レントゲン取りました、で写ってませんでした、で、これ厄介なのがレントゲンで写らん場合あるんですよ。何かって言ったら MRI、もっと精密なね検査できるものがもちろんご存知だともあるんですけど、 MRI だけで写る骨折っていうのもあるんですよ。でに、うち来られた方でね痛めたと、で病院には行ったけど結局写ってなかったと、で、うち来ていただいて、いろいろ施術して、やった時楽になるんですけど、結局また痛くなると。で、来てもらったら楽になる。でも痛くなる。みたいなのをずっと繰り返してたんですよ。で、なんかおかしいなっていうのがあったので、一回ちょっと病院行ってもらっていいですか？話。行ってない。この近くに病院あるんで、行ってもらったんですけど、そこの先生には、前レントゲン取ったと。でも、折れてない。だから大丈夫。って言って、戻ってきたんですね。で、
その時にもう一回ですよ、一応そこ MRI あるとこなんで、まあちょっと、まあ先生にね、そんな言うのもあれかもしれんけど、ちょっと一回 MRI 撮ってほしいと、お願いしてくださいっていう話をしたんですよ。で、そしたら、行って、そういう話をしてもらうと、あ、分かった、じゃあそこまでで撮ろうかっていうので、撮ってもらって、MRI 撮ったら、あ、折れてるわってなってたらしいんですよ。はい。なので、もうその方は、うちに来るとか、もう病院に行く。まあ病院はあれですけど、やっぱもうすることって言ったら、やっぱ骨折した場合、コールセットつけて、もう2、3週間安静にするっていうことだけなので、やっぱり体、僕らみたいなのが触ってしまって悪化する可能性も全然あるので、もうその場合、骨折してる場合は、安静にするっていうのが一番です。なんで、こんなパターンみたいにですね、まあその、お医者さんが悪いとかじゃないですけど、やっぱり言ったけど、レントゲンで映らない。で、2回目のレントゲンも映らない。でも、MRI 撮ったら映った。みたいなの結構多いので、もし行ってる病院とかで映らないってなったら、まあそれでもあまり痛みが引かないってなったら、先生の方からね、まあ MRI 撮れるとこあるよ、みたいな話はあると思うんですけど、それが万が一なかった場合は、あなたの方からですね、ちょっと MRI 撮りたいですっていうのは言った方がいいかなと僕は思ってます。なので、その方の場合も、まあ、僕がっていうわけじゃないですけど、僕が言ったことによって、そういうのを取ってくれて折れてた。じゃあ、コルセットしとこうかっていうので、対処法がわかるわけじゃないですか。でも、それがなくて、取っても折れてない。レントゲンでは折れてない。で、整体行っても痛みが変わらない。痛くなったり、楽くなったりみたいな。でも、やっぱり折れてない。じゃあ、また薬飲もうってやってたら、何が原因かわからないわけじゃないですか、これって。僕らもやっぱり対応がしようがなかったりとか、そういう場合もありますので、まあ、さっきから再三お伝えしているように、1回目で撮ったけど、折れてなかった。で、2回目でも折れてなかった。でも、MRI 撮ったら、やっぱりヒビが入ってた。みたいなのは本当に多いので、もし、こういうような場面というかね、あなたが同じ症状、そういう状況であったりし、お知り合いの方がそんなあるのであれば、ぜひこういうのね、そう伝えいただいて、こういう方法があるよっていうのは、伝えてもらえたらと思います。はい。それと、あと、もう一個、代表例といいますか、これはまあ僕の経験上の話なんですけど、後ろみたいなそのベッドでね、寝転がって、起き上がるときに特に痛い。まあ、もちろんじっとして24時間痛いとかも問題ですし、その座ってても痛いっていう問題ですけど、起き上がるとき、この寝ててね、こう立ち上がるときにめちゃめちゃ痛いみたいな、油汗出るぐらい痛いっていうのも、可能性としてめちゃめちゃ高くなるので、これも一つの判断基準になるかと思いますので、もし起き上がるときにもう激痛が走ると、その日常生活の中で何をやっても起き上がるのが痛いんですみたいなときも、折れてる可能性が高いかなと思われますので、そういう場合も必ず整形外科の方、であったり、そういうので精密検査できるところですね、医療機関っていうのは受診していただければと思います。なんでそういう状態が、わからない状態で多いのが、うちのとこ来てもらってなんとかできませんかって、できないですよ。当たり前ですけど、やっぱりその体の中を見て異常がないってなった状態でやっていかないとわからないです。そもそも MRI 取らなわからないような状態の場合にね、先言ったようなあったりもするので、大前提として必ず検査はしてほしいです。なので、うちのところ、僕のところだけじゃなくて、他の整骨院でも何でもです。行く前は絶対整形外科に行ってからそういうところに行くって癖つけといてもらうと、最悪のことは防げるかなと僕は思ってます。はい。てな感じで、一応ね、圧迫骨折について簡単にご説明させていただいたので、もし、今回の内容良かったなと思ってもらったら、チャンネル登録と高評価もそうですけど、スーパーサンクスもいただければと思います。はい。では今回もですね、動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。